以後第41潜水艦。以後第41潜水艦。以後第41潜水艦。旧時代、以降第41潜水艦は、日本海軍の潜水艦。40型潜水艦、巡船を継が改め1の2番艦。ただし、艦艇類別等級別表においては、15型潜水艦の22番艦。ソロモン方面で輸送に従事し、フィリピン沖で、 機動部隊攻撃後に戦没した。1941年、昭和16年の昭和17年度計画、丸9計画により、呉海軍交渉で1942年3月18日、帰港、1942年11月10日浸水、1943年6月18日、吉松田守少佐、海兵55機が偽装委員長に任命される。 41は1943年9月18日に、竣工し、吉松少佐も初代艦長に任命された。横須賀鎮守付赤となり、訓練部隊の第一艦隊第11潜水戦隊に編入された。25日、第11潜水戦隊は、第六艦隊に移籍。12月15日、艦長が板倉光場少佐、海兵61機に交代。 あと、イ・四ン一は、不死身と言われた板倉艦長のもと、数多くのエピソードを残した。20日、イ・四ン一は、第一潜水船体第十号潜水隊に、編入される。29日、イ・四ン一は、横須賀を出港し、トラック島に向かう。1944年1月1日、トラックに入港し、輸送任務に着くために、後部14センチメートル砲と、 魚雷11本を陸上げして輸送物品を搭載する。15日、第15潜水隊は第1潜水船隊の指揮下から離れ、第6艦隊指揮下となる。同日、E41 はトラックを出港し、ラバウルへ向かう。航行中、紹海中の B-24 に発見される。爆撃準備を終えて接近する B-24 に対して、 イタクラ艦長は逆に帽子を触れと部下に命令することによって、味方と誤認させることにより回避に成功。そのまま急速先行を行い、B-24 から逃げ切ることに成功した。19日、ラバウルに到着。23日、イオン1は輸送物資を搭載して、ラバウルを出港し、スルミへ向かう。25日1900、スルミに到着。 陸軍から来た大発に輸送物資を積み替え、陸軍兵士8名を収容した。完了後、ラバウルへ向かう。27日、ラバウルに到着。31日、41は、輸送物資と陸軍将校3名を乗せて、ラバウルを出港し、補給の途絶したブーゲンビル島部員へ向かう。2月4日に部員に到着し、輸送物資を下ろした後、 ラバウルへ向け出港する。きっと、座礁の危険を犯して、嫌い腹と島のわずかな隙間を航行中、地図にない暗礁に座礁しかけたためやむなく嫌い、腹の中を通過。奇跡的にら来することなく、嫌い、腹の通過に成功し、7日にラバウルに入港した。12日、イオン1は、再度輸送物資を積んで、ラバウルを出港し、部員へ向かう。しかし、途中で、 米紹介機を発見。板倉艦長は、米軍の紹介が厳しいと判断したため予定を遅らせることにした。結局警戒が厳しかったのはこの日だけであり、予定より4日遅れの20日に無事部員に到着し、輸送物資を下ろした後ラバウルへ向かう。24日、ラバウルに到着。27日、第501海軍航空隊司令の坂田義人、大佐。 海兵46機と搭乗員6名、整備員等、計98名を乗せて、ラバウルを出港し、3月2日に、トラックに到着して、輸送人員を降ろした。3月7日、イ・四ン一1は、ラバウルへ向けトラックを出港するも、反転命令を受けて9日に帰島。15日、再度トラックを出港。19日の夜明け頃、ラバウル北方を、浮上構想中。 米潜水艦から発射された魚雷2本を発見。板倉艦長は鳥舵一杯を命令して、これを回避する。魚雷は E41 の前方50メートルの位置を通過していった。20日、E41 はラバウルに到着する。21日、第7潜水船隊司令の大和田昇少将、海兵44機以下、司令部職員等合計98名を乗せて、 ラバウルを出港。25日、特設監視艇の第一金田から丸、昭和漁業、139トンの護衛で、トラックに到着して、輸送人員を降ろした。4月1日、食料や補給物資50トンを積んで、トラックを出港し、部員へ向かう。7日に、部員に到着し、物資を降ろして、陸軍兵士73名を収容した後、トラックへ向け出港。 13日にトラックに到着して輸送人員を降ろし、板倉艦長は第6艦隊司令の高木武雄中将、海兵39機より恩師のタバコ一箱を受け取った。19日、後部14センチメートル砲を再度搭載してトラックを出港し、25日に横須賀に到着した。あと、呉に移動して海軍が開発した水陸両用戦車。 特4式内過程を使った特攻作戦竜巻作戦の支援に当たるべく準備を行うものの特4式内過程の完成度が低く実用に耐えないと判明したため作戦は中止された5月15日イ41はクレを出港してアドミラルティ諸島方面に進出6月15日アゴ作戦に参加してグアム島港沖の C3 海戦に移動して 先行待機する。24日午前41はグアム島に残留する搭乗員の救出のため先行してアプラ港近海に到着。日没後に浮上し、ダイハツ2隻に分譲してやってきた搭乗員か106名を収容した。30日に輸送人員をダイブに上陸させ7月1日にクレに帰島した。8月5日 艦長が、近藤文武少佐、海兵六62期に交代となる。10月9日、呉から、大津島へ、海天島乗員と整備員を輸送する。呉に戻った後の10月20日、41は、早一号作戦に参加して、呉を出港し、フィリピン東方方面へ進出する。10月27日、レーテ島東方沖合に移動する。十一月三日三百三十 サンベルナルジの海峡で、米機動部隊を発見し、魚雷6本を発射。うち1本が、米アトランタ休憩巡洋艦リノの左舷に命中し、同艦を撃破。12日、米機動部隊を攻撃したとの報告を最後に、消息不明。アメリカ側記録によると、18日、サマール島東方沖合で、米護衛空母アンツヨの艦載機が、 浮上構想中の潜水艦をレーダーにより探知。その後、先行した潜水艦へ向け、アンチオの艦載機2機と、米5衛駆逐艦、アセスローレンスー、テイラーでマイナス415、同、アセスメルン・アン R、ノマンでマイナス416の14時間にわたる爆雷攻撃が行われ、潜水艦を撃沈した。これがイ4 1の最後であり、 艦長の近藤文武詳細下前上院が戦死した。沈没地点はサマールと東方沖合。12月2日、フィリピン方面にて沈没と認定され、1945年3月10日、除籍。撃破総数は1隻であり、撃破トン数は8600トンである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。